皆さん、おはようございます。本日、スジコジャンクション後で、バイトチームコンテストという、スプラのイベントが行われたんですけども、今日ですね、もう9時の段階から、僕はもう友達とやって、ハイスコアが257まで行きました。なので、バイトチームコンテストですね、これを、ちょっと継続して今からやるんですけども、攻略法を皆さんに教えたいと思います。って言っても、攻略ってか、何がどこから出てくるようぐらいなんですけど、一人で野良でやるからね。今までチームでやってたので野良でやったことないので、257はもしかしたら超えない、高いから超えないと思うんだけど、できれば、早くしたいなと思って、今日はバイトチームコンテストやっていきたいと思います。よろしくお願いします。スジコジャンクション来ました。おー、新しい仲間と、頑張りましょう。スクリュースロッシャーだね、俺は。スクスロ。オッケーオッケーオッケー。スクスロなら、てか俺ずっとスクスロがいいな。さっきもスクリュースロッシャー使ってたんだよね、ずっと。得意ですよ。最初はこれもう21個。全部で21個集めればいいんで。ただ倒すだけですね。これも毎回ウェーブ一緒なんで。みんなバイトチームコンテストのために早起きしてて可愛いな、この子たちも。もうでも昼頃か。昼には起きるのは平日の俺ぐらい。変な時間にと思ってるんで。うわ、なんか来てる。倒せ倒せ、ナイスー。ナイスー。このまま倒しまくって、21個なんで、目つぶってでもできるかな。目つぶってできそうじゃない。はいはい。濡れ濡れ。なんか淡白だよな、鮭が来るのも。あ。ナイスー、ありがとう。あれ、まだまだ来ないね。鮭全然ない。確かここから右に出てきた気がする。ほら。俺の記憶、鮭が来なくなったら右から来ます。覚えておいてください。ちなみに、この洗濯機は、インクがね、他の鮭に吸われちゃうから、ちょっと外して、この、なんていうの、ぐるぐる。トルネのぐるぐるの部分を当てるのがいいかなっていう。ちょっと外す感じ、こうやって。上に。上に打つ感じですね。で、上の UFO もすぐ倒せるし、これ的には洗濯機すごい好きなので、あとなんかちょっと違うのが、ガチマの洗濯機より振りが速いんですよ。アップデされる前の洗濯機なんか弱体化で、普通に普段使う洗濯機弱くなっちゃったんだけど、サーモランの洗濯機は変わってないから、結構こうやって速く振れるんですよ。これがなんか懐かしくていいね。さあ 120% いきました。120は、金の鮭が、ここから出ます、最初。ここから。はい。出して、できればこれ全部倒し切りたいんですけど、切るかな？ハイドラが。ハイドラがいるから大丈夫か。できれば倒したい。OK。頑張れ、頑張れ。倒せ。おし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 。いいぞ。次ね、ここに出てくるから。あ、ナイス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 。で、この時にハイドラを守ってあげよう、みんな。ハイドラを守ってあげるのがベスト。頼む。無理かな、あれ。無理かな、いけるかな。オッケー。次は、そこの桟橋から出てきます。覚えておいてください、3個目、ここですね。どんどん俺出しちゃうので。覚えてるとこ全部出しちゃうので。桟橋から出てくると。あ、オッケー。はい。次ですね、次ここですね。次ここ、覚えておいてみんな。インプット。インプット大事よ。次出しといた、次出しといた。で、後ろの敵を倒しとこう。ちなみに、これを終わった後、もう一回、もう一回ここから出てきます。同じところから出てきます。見てね。はい、出てきました。同じところから出てきて、味方今入れてくれてるね。はい、これ倒そう、これ倒そう。ナイス。はい、で、最後の一個なんですけど、そうそういいね、左上、俺が開けたかった開けたかったけど、ここでこれを使う。ここでこのスペシャルを使うことによって、入れるのが楽になる。完璧じゃないこれ。いいね、70個。70個いった。オッケーオッケー。97個までいったんですよ、俺。フレンドとやってた時。97までいけたんで、もっといける可能性があるんですけど、この、覚えとくのは大事。もうすぐ見てほしいから、すぐ動画上げたいな。
か。みんなもバイトチームコンテスト頑張ってください。ノラでも、結構点取れるとこね。で、これ俺が、タゲを取ります。後ろから、タワー来るので、これ俺タゲ取ります。一番後ろの人にタワーは撃ってくるので、仲間にハイドラがいるから、あ、オッケー、ナイス、もう倒してくれた。倒してもらったなら、じゃあここで倒しておくか。本当はね、引き付けたいんですけど、やってるのがノラなので、まあ難しいと。ナイスボム？まあ難しいので、できるだけ、また引き付けられるなら引き付けて、無理だったら、しゃあない。無理だったらしゃあないですね。できるだけ奥側に送っとく。はい。入れなくてもいい、これ。入れなくてもいい。できるだけこっち側に送っとこう。できるだけね。あー、後ろから行きたい。はい、タゲを送ってあげればよかったけど。入れて、来てるね。ヘビが。ヘビ倒した、ナイス。で、これも、うまいこと。倒してあげたい。オッケー、オッケー、倒した、倒した。危ない、生きてるー、ナイス。できれば 1.5 倍いきたいな。これ倒したい。オッケー、塗った1匹塗ったけど、もう1匹がきついか。はいはい、オッケー。もっと使っちゃおう、これ使って、いっぱい金のいくらがあるときはもう使っちゃって。オッケー、ナイス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 。はいはいはい、オッケー。45、1.5 倍いた、1.5 倍いた。オッケーオッケー。もうね、2個使っちゃったけど、これは全然オッケーですね。もうホップソーダはね、金のいくらがいっぱい真下にあって、いっぱい入れたいとき、鮭が邪魔だなって思ったときにやるのがいいですね。で、これ俺、乗りたいな、これ。これ。頼む、やらせてくれ。俺にやらせてくれ。よしよし、ずっとね、これ撃ってたの。もうここの仕様ならもうわかるので、これに大砲を撃たしてもらって、はい。はい。いいんじゃない？やばい。これ倒してほしい。ナイス。ありがとう。これで、来る敵を、入れてあげたいな。ナイス！雨降らせがちょっとめんどくさいけど、まあ、なんとかなるでしょう。あれも倒せればでかいけど、はいはい、これ倒してほしい。これ倒せ、ナイス。あー、これ倒してほしい。くそ、俺の武器しちゃったか。なんならしゃあない、倒しとこう。で、味方の方にも柱が来ると思うので、それを、これをね、倒しといてあげたい。え、なんで俺のとこ来んの。ちょっと待って、脇があっち終わってないからか。初めて見た。ちょっと待って、初めて見た。濡れないって。自力で倒す。これさ、脇がさ、終わってないからさ、全然来ないんだ。そういうことか。とりあえず、もういいよね、これ。あとは入れちゃって、こっから入れて、入れて、オッケー、4、3、2、オッケーオッケーオッケー、入れた入れた入れた。41、まあこれもでかいと思う。もう味方ナイスして喜んでるもん、多分今までで一番多いんだ。今までで一番多いんだ。さっきの柱は本当は右じゃなくて左に行くんだよ。で、今回右に来たから、多分左の処理が終わってなかったから右に湧いたんだと思う。まあそういう時もあります。これ待ってると来るよ、これ待ってるとね、来るよ。ほら、ここでみんなで待ってましょう。そしたら、オッケーオッケーオッケー、これで倒せるので、僕はもう学びました。まあ、ここからは、あとは、特にあんま覚えてないんですけど、まあ、武器が武器なので、やられないようにうまくさばいて、倒そうかなと思ってます。はい、これ倒そう。はい、いい方倒しとくよ。お、鉄球来たね、鉄球。鉄球倒した。あ、ナイス。レーザーナイス。レーザーあっちに打って。ナイス。で、倒すのが弱いから、この武器は。よいしょ。倒すのが大変。処理ができないね。鮭の処理が。来んな、行くな。
あーどうしよう、倒すのでいっぱいいっぱいだ。鉄板連れてきた。ここにナイス弾多分撃ってないと思うから撃ってほしいんだけど、味方これ蘇らしていけるか。あーいける、あ味方が持っていた、別の味方が持っていた。こっちのも欲しいな。うわー肩パッドのダメージチク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 入ってきた。ただまだ多分スペシャル残ってると思うんだ。いける、オッケー。これはもう俺が下から倒してあげたいけど。ナイス、ウルジャック多分向こうない、向こうあれそうだけど、ノルマいけるか。ノルマもいかずに勝てることがある。あほらウルチャク乗ってた。オッケーオッケー、最後はまあうんギリギリだ。ここで50超いけるんだけど、まあちょっとフレンドとやっぱ掛け声しながらやらないときついものが。200いった。まあでも分かった、みんなこうやって同じことすれば200はいくと思うので、最後ねまだ記録伸ばせるのでみんなはもっと頑張ってほしい。200いけるね、ノラでも。206か。220ぐらいまでなんかいけると思うんで。じゃあ俺も一回やってみよう。うん、もう一回やってみよう。チャレンジ。チャレンジしよう。みんななんか、楽しんでる。あ、二人残ってるってことは、味を占めたな。もう一回このチームでやりたいってことだ。でもいけそうだね、次はこのチームでも。バイトチームコンテストチーム変えない方がいいのかもしれない。最後のウェブさんだけちょっと頑張りたいな。おい、スクリュースロッシャーだ。ずっとスクリュースロッシャー、まあ、今回俺はスクリュースロッシャーでいいや。でまあこれ一緒なんだけど、最初は来る敵を倒すと、来る敵拒まず倒して、よし、でもあと気合い入れてやるか。はい、鼻がかゆいの。そういえば最近猫の毛がね、最近部屋中舞っててさ、毛がすごいのよ、猫の毛が。鼻がムズムズする。花粉症じゃないの、猫の毛で花粉症。猫花粉だ、猫花粉。なんだ、猫花粉。鼻がムズムズします。ティッシュがすぐなくなるから、ティッシュ欲しいな。ナイス、ナイス。はい、ナイス。頑張れ。あっちから来るな。この後はあっちから来る。もう一回やったらみんなも覚えられそうじゃない？同じことするから。さっきと同じことするから。はい。ナイス。撃て。あと3個こっからじゃない？あ、そっちか。あと3個。ナイス！はい。やっていこう。いいね。20個いったね。ナイス。あとはここに来た敵を倒しておいて。いや忙しいな。はい、ナイス。みんな楽しそう。一人でやってる人はさ、友達いないのかなって言いたいよね。だってバイトチームコンテストでみんなでやったほうがね、効率いいもんね。っていう俺も一人でやってんだけどね。なんか言われたことある、俺も。ゲームの大会中に一人で、縄張りバトルをやってたら、仲間がいなくて、相手チームに戦う相手の4人が来た時に、あの子は友達がいないのかなって言われたことがあって、でもなんかそれが鮮明に覚えてる。嬉しかった。言われて、裏で言って嬉しいってなんか歌ってたけど、残ってる。はい、いいです。で次開けに行ってもいいな、俺。次行ってもいいな。とりあえずこれ倒して、
はい、任せろ。入れたよ、入れたよ。はい。さっき70個だっけ ?70 以上行きたいですね。そう考えると。倒したい。で、最後。もう一個、あ、じゃあもう一個あっちだ。もう一個あっち。誰もいなかった。やべ。やべ。さっきより行かないかも。やべ。でも頑張れ。あー、落ちてる。折れてる。やばい。やばい。ハイドラがいない。ハイドラが死んでる。ハイドラが死んでる。やばい。やばい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 。やばいやばい。終わる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 。終わる。あー、時間が足りない。さっき70個だっけ10個足りない。ちくしょう。これでやり続けるしかないんだよ、ノラは。だよね、みんな。自殺しないよね。大丈夫だよね。オッケー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 。しゃあないしゃあない。10個少なかったら他のとこで10個入れればいいだけだから。ちょっともったいなかったな、でも。悔しいな。あ、もうタゲ取るのも忘れてる。もう。うなちゃんの集中力がなくなりました。うなちゃんの集中力なくなりました。もうただもう頑張り頑張るだけ。ただもうあとは頑張るだけ。右お願いします。ありがとうございます。あとはもう頑張るだけよ。さっきめっちゃ良かったね。そう考えると200行きってすごいんだよ多分。これ投げときたい。投げときた。あぶれ。ダイバーは多分ね来るから来たら塗ればいい。はいはいはい。多分もう一回来るから。ヘビ誰に、あ、待って、俺落ちちゃったね。ヘビが誰についてるか分かんなかった。しかも助けて、ここめっちゃ溜まってるぞ。とりあえず溜まってるからなんとかなりそう。振ればなんとかなりそう。いいぞ。40個ぐらい入れてんだっけ確か。はい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 。あ、味方死んでる。40個入れた。諦めるな諦めるな。みんな死んでる。やばいやばい。どうだ35。ちょくちょく減ってる。減ってるぞ。やばいぞ。諦めるな。諦めるな、みんな。減ってるけど、ここで、巻き返す。巻き返そう。俺、この右の台本もらうぞ。巻き返しましょう。連れてってーい。いずー。ナイス。集中力なくなるとこうなるからみんな気をつけましょう。そうやな、こうなるね。集中力なくなるとね。集中集中。味方のために打ってあげたい。これ打ってあげたい。ナイスー。で、今インク回復して、やっぱね、通話しなきゃいけないのがベスト。これ倒すかも。そろそろ、柱がね来ると思うんで。柱待機。柱来ないね。あ、わかった、足りてないんだ。しかもなんか当たらない。これ柱が全然来ない。ただ右側は、あ、来た。急に来たんだけど。こんな来たとある。こんな来たとあっている。まあ柱1個ぐらいいいか。行くぐらいか。やばい、今までよりノルマが低い。頑張れ、みんな。頑張れ。はい。あっち、橋、あっちすごい、あっちすごいことになってるよ。助けてあげないと。あっちすごいことになってる。俺俺俺俺。はい。32個。なんか全体的に減ってる気がする。くっそー。くっそー。でも諦めちゃダメですよ皆さん。
それでも諦めちゃダメです。もう僕はスペシャルも何にもない、スペシャルもないけど諦めずに、やべ、これ前出ちゃダメだ、これ戻るんだ。待って待って、これ直してる。あ、来た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 。え、あ、あ、あ、止まっちゃった、止まっちゃった。もうダメだ、呼べない。こういう時はもうスプラを楽しみましょう、サーモンラボ。皆さんももう記録が伸びないなって時は楽しみましょう。わかりましたか。楽しみましょう。しゃあないな、これで。さっきの方が良かったんやな、さっき頑張ってたんだな。じゃあそう考えると集中力があった、ひなちゃんにもみんなにも。よいしょ。あと地味にさっきのメンバーじゃないっていうのは痛手かもしれない。用途を覚えてた我々じゃなく新メンバーが来てしまったから、多分変わるよやり方は。できるだけ同じ人とやるのがいいかもね、ノラでも。そう考えるとやっぱやりづらさっていうのは誰しもあるから、野球もそうや、ピッチャーでキャッチャー変わるとやりづらさ変わったりするもんね、とか言いながらめっちゃ頑張っております。ふいふいふい、大変なんだけどここ。いや、ノルマ行きたい、ノルマ行きたい、これ運びたいけど死んでる、ノルマ行けない、これ味方死んでる、頑張れ、行け。あははは、ノルマすら行けない。ちなみにバイトチームコンでさ、俺もやっちゃったんだけど、死んだらもう更新できないと思った方がいい、あの金のイクラは。だからみんなできるだけ死なないように鮭を倒しつつ金のイクラ集めてください。これ今最後悪い例を見せました、死んでしまったうなちゃんの悪い例。一回死んだら、自分が一回でも死んだらもうなんかいろいろ崩れると思う、集中力もなくなるしね。ということで、更新はできなかったんだけど、一番最初の方ね、今のはダメな例なんだけど、一番最初の方を皆さん頑張ってみてください。はい、応援してます。いい報告をコメント欄にお願いします。それでは以上、ありがとうございました。